あれ、バス乗りたくないって気分かは、なんか知ってる感じだよね。では、この人の話はここまでしか行けないので、次は、イモーラスミカのお話を進めていきます。いきなり2から始まる。くの。イモーラスミカ。1999年7月14日、スミカの部屋。スミカちゃん、ほんと、最近様子変だよ。どうしちゃったの？中庭ちゃん、私、何があってもスミカちゃんの味方だよ。だから、困ってることがあるなら、何でも相談してよ。私なら大丈夫だよ。だから、ほっといて。そんな、ほっといてなんて言われても。そんなに痩せちゃって、何もないはずないよ。ねえ、スミカちゃん。そっか。わかった。じゃあ、今日はもう帰るよ。スミカちゃんが大丈夫だって言うなら、私、それ信じる。助けて。でもね、本当に自分のことは大切にしてよね。それだけは約束してくれる？お願い。いい？絶対だよ。じゃあ、私帰るね。英語会。じゃあね。イモーラスミカ。1999年7月15日、マリハマ市某所。救世主になりたいですか？急に怪しい人出てきたけど。今度はあなたが仲間を救うのですよ。私が？できますよ。あなたならできます。簡単なことです。私は大丈夫ですよ。あなたは何一つ悪くないんです。あなたは正しい。悪いのはこの世の中なんです。ほら、思い出してごらんなさい。あなたがされた仕打ちを。苦しいでしょう。そんな世の中を放っておきたくないんです。私たちの手で少しでも良くしていかないと。またあなたのような人が生まれる。次々に。どうか手を貸してください。あなたの助けが必要なのです。あなたの手一つで皆が救われるのです。どうすれば？とても簡単なことです。簡単なことですが、
あなたにしか頼めないことなのです。これを。これは？詳しい手順は中に指示が書かれています。あなたはその通りに行動するだけでいい。それで大勢の仲間が救われるのです。これで救われるんですね。そう、あなたの働き一つにかかっています。その代わり、もし実行しなかったり失敗した場合はどうなるか、あなたなら十分に心得てますよね。それではよろしくお願いします。英語のために。リモーラスミカ、1999年7月16日、スミカの部屋。袋の中には1個の電球と送迎バスのチケット、それと指示書が1枚入っていた。チケットの裏書きを見ると、どうやらこれは超一流ホテルのVIP 専用の送迎バスに乗るためのチケットらしい。で、指示書は妙な書き方がされているので少し戸惑ったが、おそらくこの電球をそのバスへ持ち込み、バス車内の補助電源の電球と交換する。多分そういうことが言いたいのだろう。それくらいなら私でもできそうだ。でもこれが一体何になるんだろう。特殊な光を出して何かの合図にするのだろうか。何にせよ電球一つだけならそんな大ごとにはならないだろう。それで仲間が救われる。救われるなら、これくらいお安い御用だ。でも、これは、私のやろうとしていることは、多分、悪いことだ。多分、そうだ。あまり褒められるようなことではないだろう。でも、そうでもしないと救われないこともわかっている。普通の方法じゃどこでもやってるような生半可なやり方じゃダメなんだ。それは私自身がよくわかってる。もう私は引き返せない。待っている。救いを。私がやるしかない。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 やるしかないんだ。もう、みんなを救うためには、私が、ピンポン。
インターホンの音で急に我に返った。来客？でも今は人と会いたい気分じゃない。鍵もかけてあるし出なくていいか。そう思っていたら、うはははは、はは、急に入ってきたけど、キャー、な、なに、どうして。今時こんなディスクシリンダー状など鍵とは言えないぞ。え、ようやく会えたぞ、妹浦澄香。言葉にならない恐怖が私を襲った。急に部屋に入ってくるから、キブカは。な、あ、何この人。どうしよう、私どうなってしまうんだろう。君が妹浦澄香だ。これが本当の澄香の澄香ってわけだな。あ、あ、なぜこの人は私の名前を。恐怖のあまり歯が噛み合わず喋れない。怪しいものではない、安心したまえ。いや、安心はできない。僕は木深川涼介、君を助けるように頼まれた探偵だ。探偵？そうだ、君の恋人からの依頼でやってきたのだ。え、か、彼の？痛く心配していたぞ。心配のあまり死んでしまうのではないかと思うほど心配していた。さあ、何があったのか話してみたまえ。よし、聞くぞ。さあ、怖い。死の子の言わずに言えばいいじゃない。帰ってください。お話しすることは何もありません。む。君をそんな風にさせているのは、どうせ英語界だな。知りません。あなたには関係ありません。私のことはほっといてください。一条院とはか、誰な、なぜその名を。英語界の代表者の名前だ。とはなんだな。調べた。あなた何者ですか。探偵なんて嘘で、また私を。いやー、残念ながら僕は探偵です。昨日一日あなたを尾行させてもらっただけの探偵です。尾行？英語界の本部の場所も突き止めたぞ。君はいつも目隠しされて車で連れて行かれるから知らないだろう。まあいい、それはいい。今日のところはこれで失礼するが、一つだけ忠告しておきたい。何を頼まれたのかは知らないが、それはやめとけ。何もするな。どうして。大丈夫だ、君の身は僕らが守るから。それだけはやめとけ。
いらずにいてくれればあとはなんとかする。いいな、それじゃ。あ、どうして、あの人何なの？やめろって言われても。イモラスミカ、1999年7月17日、スミカの部屋。ふう、あの変な探偵にはああ言われたけど、あれだけお世話になった英語界の人たちと、あの変な探偵、どっちを信じるかと言われたら、考えるまでもないんだ。やっぱり、私がやらないといけない。そうしないと、みんなが救われない。これが、どう救いに結びつくのかは、よくわからないけど。でも、あの人が言うことだ。間違いないだろう。キャッ、電話か。思わず声を上げてしまった。電話か。電話に出る。電話に出ない。選択をします。電話に出ます。はい、もしもし。あ、何？話すことなんてないよ。電話しないでって言ったよね。違うよ。あなたには関係ないってだけだから。え、探偵？うん、来たよ、昨日。何なの？あれ。やめてよ。お願いだから、もう私に構わないで。じゃあね、切るよ。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。はあ。でも、やるしかないんだ。私一人のためじゃないから。続く。続きをやっていこう。イモーラスミカの3番目、下見。イモーラスミカ、1999年7月18日、マリハマダ駅前。暑っ。今日はターゲットとなる送迎バスの下見にマリハマダ駅まで来た。チケットによれば、マリハマエレガンホテルの25日の朝8時発のバスらしい。その送迎バスのバス停は、あそこか。調べる。送迎バス。ちょうど目的のものと同じ送迎バスが止まっているようだ。よく見ると、シートはリムジンのような豪華な作りになっている。運転席と客席の間には仕切りがあるので、客さえ少なければ電球の交換はすぐできそうだ。調べる。送迎バス。運転席と客席の間には仕切りがあるので、客さえ少なければ電球の交換はすぐできそうだ。あたり見回す。そういえば、ここ最近、
周囲の風景を見てる余裕なんてなかったような気がする。もうこんなに夏が来てたんだな。あたり見回す。私がぼーっと立ってキョロキョロしていたためか、気がつくと目の前に一人の女性がいて私に話しかけてきていた。あ、知ってるよこの人。あの、失礼します、ちょっと道を尋ねたいのですが。マリハマ警察署へはどう行けばいいのかご存知ありませんか？え、ごめんなさい、私この辺の人じゃないんでよくわからないです。あら、ごめんなさい。こちらこそ失礼しました。そもそも事情聴取がしたいと人を呼び出しておきながら、迎えも何もよこさない警察が悪いんですから。はあ、なんだか大変なんですね。ごめんなさいね。じゃ、失礼します。もう帰ろう。出歩いてても面倒なことばっかりだ。イモーラスミカ、1999年7月24日、スミカの部屋。それから6日間、私は家で一人何もせず過ごした。ドアの鍵を新しく取り付け、気深入ってきたからね。人が来ても電話が来ても応答せず閉じこもっていた。そうしないと心が負けそうになる。私がやらないといけないのに、みんなを救うためには私がいよいよ明日の朝、自分がすることが何を起こしてどういう結果が待っているのかはわからない。でも間違いなくそれによって救われる人がいる。闇の中から、それは永劫に続く闇。一度はまったものは、いや落とされたものはもう抜け出せない。心の奥底で泥のようにまとわりつく闇の中を永遠にもがき苦しみさまよい続ける。それを私が救えるんだ。ならばやるしかない。何と言われようが、どんな結果が待っていようが、私はやる。すべては明日。続く。問題の、では7月25日決行、これを進めていきます。イモーラスミカ、1999年7月25日、送迎バス。
朝8時。私は駅前から、マリハマエレガンホテル行きの送迎バスに乗り、後ろの席に座って、人目につかず実行できるタイミングを待った。行きのバスは、数人が乗っていたため、一旦見送った。その帰り、ホテルから再び駅に向かうときに、車内が無人になった。絶好のチャンスだ。その作業は案外あっさりと済んだ。天井は私の背でも十分に手が届く高さだったので、赤信号で停車している間に消えてる電球を一つ取り外し、そのまま持ってきた電球を取り付けた。時間にしてものの数秒。驚くほど簡単だった。しかし、これが一体どうなるんだろうか。たかだか電球一つ、私には全く見当がつかなかったが、取り付けた電球は妙に重く、よく見ると中に液体が詰まっているようにも見えたが、考えたところでわかるはずもなく、私は深く追求しないことにした。これで救われる人がいるというのなら、それでいい。やがてバスは、マリハマ台駅前に到着する。バスを降りる。これで私の務めを果たした。そう思って一息つくと、突然、よく知った声が聞こえてきた。あ、スミカちゃん。見つかった。やっぱりスミカちゃんだ。どう？元気？体壊してない？うん。ねえ、今あの送迎バスから出てきたよね。見られたね。マリハマエレガンホテルって国賓も泊まるような超一流ホテルでしょ。バスも豪華ですごいね。スミカちゃんそんなところに行ってたんだ。私行くね。あ、私は逃げるようにそこから立ち去った。見られた。あのバスに乗っていたところを見られた。いや、だからといって多分それほどまずいことにはならないと思う。だけど、なんだかすごく嫌な予感がしてひたすら走った。でも、どんなに走っても追ってくる嫌な気配は振り切れなかった。イモーラスミカ、1999年7月26日、スミカの部屋。あれから急いで家に帰った私は、なんだか自分が大変なことをしたんじゃないかと怖くなって、それからずっと布団をかぶって震えていた。そしてそのままいつの間にか寝ていたらしく、ふと気がついた時はもう夜が明けて翌日になっていた。調べる。テレビ。テレビはついてない。なんだかつける気にならない。つけるのが怖い。今、
世の中がどうなっているのかなんて考えたくなかった。考える。考えたくないけど考える。なんだか外がやけに静かな気がする。考える。いつもと変わらない私の部屋。でも、一歩外に出ると、私の部屋以外はすべて壊れてなくなっているかもしれない。あまりに静かなので、そんなことばかり考えてしまう。なんだか怖い。いや、まさか、まさか。テレビをつける。テレビをつけようと思ったものの、なんだか怖くて、リモコンのスイッチを自分の手で押すことができなかった。それからしばらく迷い、テーブルの角を使って、ようやく電源スイッチを押すことができた。しかし、テレビがついた瞬間、私は固く目を閉じ、布団をかぶってしまった。怖くて、画面が見れなかった。音声だけが聞こえる。早朝のニュース番組だ。と、事故の現場では、現在も生存者の救出活動が続けられています。これまでに確認できた死者は23名に上り、当局では身元の確認を急いでいます。何か大事故が起こってる。まさか、まさか私のせいで？それでは、マリハマ市の現場から中継でお送りします。はい、現場のマリハマ市大通りです。現在、道路は全面通行止めされ、救出作業が続いていますが、ビルが崩壊する危険があるため、なかなか作業が進まず、建物の補強を優先して行っています。発表によりますと、ビルに追突したバスは、マリハマエレガンホテルの送迎バスで、事故当時は乗員含め10名が乗車していたとのことです。目撃者によりますと、事故が発生した時は、走行中のバスの天井が突然爆発したとのことで、当局では無差別テロではないかとの見方が強められています。がいっぱい。やめて、もうやめて。嘘だ。急に日暮らし。バスが爆発？死者が20人？そんな。私がやったの？嘘だ。きっと何かの冗談だ。そうに違いない。私は素早く布団を出てテレビの画面を見た。事故は紛れもなく現実の出来事だった。事実を知ったイモーラスミカは
そのままショックで気を失う。自分のしてしまったことの重大さに心を深く傷つけながら。続く。